この味は。やっぱりこれに限る。ハルユキ君、これを渡しそびれていた。礼には及ばんよ。私が勝手にしているだけさ。ではまたな。やっぱりこれに限る。そして大晦日。大勢のギャラリーが見守る中スタートしたヘルメスコード重装レースは想像以上の盛り上がりを見せた。なぜなら、おりゃおりゃおりゃ、邪魔だ、どけどけ。うわ、ちょっとレイ、危ないな。ちょっと、なんでレインがレースに出てるの？オーロラオーバルの件で六大レギオン相互不可侵条約が破棄されたからね。スカーレットレインも遠慮なしってわけだ。いっけー、あたしらが一番だ。おいクロウ、レースゲームは得意だと言ってただろ。抜かれるぞ、シャキッとしろ。これでもアクセル全開で。なーにカラスさん、言い訳は聞こえませんよ。このままメガビトプロミの一騎打ちかと思われた矢先。なんだ。雑魚が。ラストジグソーの乗ったシャトルが突如現れ、他のシャトルはおろかギャラリーをも巻き込み、真意の力で無差別攻撃を始めたのだ。ダストジグソーのシャトルが急上昇した。奴は上空から全てを狙い撃ちにするつもりだ。ひどい、ギャラリーまで巻き込むなんて。タッグトーナメントに乱入した時と同じだ。真意を使って見境なく攻撃してる。こうなったらどうする気だい？決まってるだろ、俺はあいつを許せない。その前に師匠、一つ頼みがあります。はい。シャトルの運転を頼みます。とにかく前だけを見てゴールを目指してください。あなたは？飛んで追跡します。あいつとは戦うしかない。後悔しろ、己の愚かさを。観念しろ、仲間は遥か下方。馬鹿げたレースは破壊する。そして貴様も無様に散るのみ。強い、以前とは比べ物にならない。ISS ベータキットを改良でもしたのか。いや、そんなのどうだっていい。このままじゃ負ける。一体どうすれば。あるいは覚醒させろ、貴様の中の獣を。何？はい、くらえ。
我を的へ、そして暗へ。お前は誰だ？どうして僕に、僕の頭の中で話しかける？眼前の敵を恨め。やめろ！受容しろ、貴様に根付いた最下の鎧を。最下の鎧？僕に？嘘だ、アイテムストレージには何も。我々がクロムディザスター本体に仕込んだバックドアプログラムにより、その所在は明らか。絶望しろ、貴様はすでに六代目クロムディザスターとなる運命にあるのだ。嘘だ、嘘だ。今こそ我をまとえ。やめろ。大丈夫。君はサフランブロッサム。彼を呼んで。彼とあなたの思いは同じ。この世界は大切な人を守りたい。ダメだ、この世界にまた大きな災いをもたらすことになる。彼の怒りは今この世界を破壊しようとする者に向けられている。そしてあなたもまた同じ思いのはず。それはだから何だって言うんです。これほど近くに私がいることも幸運。これは千載一遇のチャンスなの。あなたの思いを媒介に私が彼に干渉するわ。大丈夫、信じて。信じるって。強く願うの、この世界を守りたいと。そして彼を呼び出すの。強く願えって、仲間やこの世界を守りたいとか、そんなの言われなくたって当然だろ。いいだろ、乗ってやるよ。お前もそう思ってんなら示してみせろ。感覚は初めてだった。その強化外装をまとった瞬間、体だけじゃない、心にも確かな干渉を受けたことがはっきりと分かった。でも芽生えたのは暗黒の感情だけじゃない。ファイブスターズから流れ込む柔らかく清らかな感情と、クロムディザスターから流れ込むどす黒く濁った感情、それが一つに溶け合った時、僕の中で何かが爆発した。新しい力が湧き上がるのを感じながら、僕は確かに見た。短い髪の少女サフランブロッサムと一人の少年クロム・ファルコンが僕の中で固く手を握り合ったの。アイテムストレージを確認すると、そこにあったはずのファイブスターズは消え、代わりに新たな強化外装オーバーロードの名があった。やれやれ、クロムディザスター化させたのはいいものの、これは想定外だ。ブラックバイス、なぜここに。バイス、なんだあの強化外装。さてね、見たところもともとまとっていたファイブスターズと最下の鎧が融合したようだけど、危険因子のシルバークローにクロムディザスターが憑依したの、これ幸いと公衆の面前で事実を暴いて加速世界から駆逐する。いいアイディアだと思っていたんだけどね、予定外にも程がある。お前たちはどうして、なぜこんなことばかり企む。残念ながらそれに応える義務はないね。
答えろ。沈黙しろ。貴様を消すことに変わりはない。ラストジグソーとブラックバイスを相手に一人でやれるか。シルバークロー、君は一人じゃない。私たちがいる。今なら一緒に戦える。僕は一人じゃない。負けませんよ。相手になるよ。行くぞ。はっ。なるほど。戦慄しろ、俺の登場に。行くぞ。はっ。絶望しろ。ちょっと待って。撤退するよ。こんなところで死亡されてはいろいろと面倒なんでね。今ならまだ手段も講じられる。ふざけるな。誰が逃がすか。ではまたいずれ。あ、待て。伸ばした手が届く前に足元の影へと二人は吸い込まれていき、そして完全に行方をくらませてしまった。シルバークロー、また会おう。必ずね。あなたたちは。視界を包む光の中で二人の気配が消えていく。五感を取り戻し、アイテムストレージを確認すると、そこには装備中のオーバーロードが健在だった。何度か二人の名を呼んでみたけれど、それに反応する声はついぞ聞こえてくることはなく。クロー。呼ばれた声に振り返ると、ボロボロのシャトルが登ってきて、みんなが心配そうに身を乗り出してこちらを見ていた。クロー、大丈夫かい。下から見てたよ。何、今の光ってたの。何が起こったの。それが。説明は後でいい。それよりクロー、君には先になすべきことがあるだろう。残念ながらこのシャトルはもう長くは持たない。これ以上は上昇不可能だ。先に行けるものは限られている。でもゴールするならみんなで一緒に。君が守ったレースだ。自ら壊すような真似をしてはいけない。今は目標を達成することだけを考えるんだ。わかりました。師匠、行きましょう。私。そうです、あなたのゲールスラスターならシャトルがなくても登ることができる。一緒に行きましょう。お断りします。私はゲールスラスターを封印したのよ。みんなとここで待ちます。ダメです。あなたは宇宙に行かなくちゃ。
でも言ってくれレイカ、お前のために、そして私のために。ロータス、すまなかった。私が愚かだったのだ。お前が抱えたものの大きさを知ろうともせず、分かり合うことを放棄した。私はもう一度スカイレイカーが飛ぶ様を見たい。お前の飛ぶ姿こそ私の希望だ。行けるところまで行きましょう。さ、捕まって。握ったレイカー師匠の手はわずかに震えていた。恐怖か、それとも期待なのか、僕にはわからなかったけれど。レイカー師匠の細い体を抱いて飛んでいる間、彼女は僕の腕の中でじっとしていた。ゴールであるトップステーションがゆっくりと近づいてくるにつれて、空気が薄くなり、翼の推進力が失われていくのがわかる。ここまでです、カラスさん。師匠、重いでしょう。私がいなければもう少し楽に飛べるはず。遠慮することはありません。このまま下ろしてください。いえ、降りるのは僕の方です。僕の翼ではここが限界です。必殺技ゲージも減っている。何より空気をフィンで叩いて飛ぶ僕はこの先に行くことができない。でもブースター型であるあなたのゲールスラスターならこの先へ、空の彼方へ行くことができる。空の彼方。はい、あなたは本来宇宙専用デュエルアバターなんだ。それに先輩も言っていたでしょ、あなたは希望だと。今レギオンのみんなの希望はあなたなんです。僕にはない力でもっと高いところを目指してください。あなたにしかできないことです。怖がらないでください師匠。怖がる、私が何？空をです。憧れ続けた空もその彼方を確かめることを怖がらないでください。きっと道は続いている。この先に行ってそれを確かめてきてください。カラスさん、いつも正しく導いてくれるあなたのために、こういう時こそお役に立ちたいんですけど、上で見えた景色を僕やみんなに教えてください。スカイレイカー。はい、腕から離れる瞬間、ありがとうカラスさん。そう言って師匠は僕の頬に小さなキスをくれた。あっけに取られている間に細くしなやかなアバターは僕の腕から飛び立ち、そして見たんだ。心の枷を解き放ち、宇宙を目指すスカイレイカーの歌詞が光に包まれ、みるみるうちに再生していくのを。これが宇宙、そして地球。ありがとうカラスさん、サッちゃん、みんな。夢は終わらないわ。世界はこんなにも無限に広がっている。こうしてネガネビュラスはレースイベントに優勝し、商品である大量のバーストポイントとそれ以上に大切なものを得ることができた。すらりと伸びたレイカー師匠の足を見た時、先輩のアイレンズからわずかにこぼれた雫を僕らは見ないふりをした。しかしこの時僕たちはまだ知らなかったんだ。加速世界はすでに大きなターニングポイントを迎えていたことを。